はようございます。今日はアイアンマンカップの決勝です。なんとかあの決勝に、出ることができました。今日はちょっとなんかあいにくの雨なんですけども、午後に向かってちょっと良くなるっていう予報なので、多分雨のせいにはできないかなっていう感じです。はい。今日の目標は27ホールあって、9ホール9ホール9ホール全て40台で回りたいなっていう目標です。ここの沼津ゴルフクラブには初めて来たんですけれども、練習ラウンドも行けなかったので、ぶっつけ本番なんですけど、40台で回れたらいいなと思います。頑張ります。おはようございます。本日は第26回アイアンマン日産カップ2018決勝大会、ご参加ありがとうございます。はい、最近流行りの杖、はい、森ループです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。雨やんだ。前ないですよね。なんだ。ちょっと左。左。今日ずっと左か。7番です。それで上がるんだ。今当たり良かったです。もうちょっと長いのはないんですか。6番あるんですけど、まだちょっと前半なんで、ちょっと少し長いです。ただ振り抜くことだけを。ラフ強かったんで止まんない。今日めっちゃ雨降ると思ったんで、
フットジョイなんですけど、ナノロックっていうやつで、雨にすごい強いんで全然滑らないです。大活躍、正解。70ヤードと見た。あ、でもなんか落ちてきた。ワンチャン左でしたね。まあ、アイロンの中弾いてるんですけど、あ、すごいグローブいっぱい。なるほど。これは雨用なんで、もう雨用にします。はい、雨用じゃないとダメですね。こんなのが想像以上でした。夏でよかった。夏じゃないと無理。いつもは日焼けするんでアンダーウェア着るんですけど、今日は雨だろうなと思って重くなっちゃう。正解。ぐらいですね。当たりは良かった。50ぐらいのかな。マースリー150でも、まあ、ちょっと打ち上げてるんで、しかも上げてるんでプラス20ぐらいありそうな。170ってことですか。アイアンで170ですか。女子プロですか。普通だったらこれウッドですよ。なんとかボギーで上がりたいです。ナイスタッチだ。これいいよ。いいよ、いいよ、いいよ。惜しい。よっしゃー。惜しい。惜しいです。部屋に仕上がり。
う乗った？いやもうちょっと見たかったな。違ったな。はい、これ。お見事。はい、行けそうだ。よっしゃ。あれな。よかった。この駿河駿河コースラストです。9ホール目。今何オーバーなんだろう。多分今10か9ぐらいだと思います。なんで、とりあえず40台普通に行けば大丈夫そう。はい、アイアンなのに落としどころはドライバーの感覚で見ちゃう。あストップ。うまい。あ、よかった。フェアウェイにあるそうです。霧と雨の中で今多分数えたら46だったんで悪くないと思います。うんうん、しかもアイアンだけ、うん、46点オーバー、悪くない。いや、いいよ。一旦ちょっと休憩、バナナいただこうと思います。